はい、皆さんこんにちは、レック専任講師横溝です。さて、今年もいよいよこの季節がやってまいりました。お家で春のセルフチェックテストというものですね。もうあちこちで、宣伝はしておりますので、存在はご存知の方も多いかもしれませんけれど、とりあえず自宅で問題を解いていただくというので、お家でというのがついているということなんですね。憲法民法行政法の3科目で合計で25題の問題です。中身は、標準的なものってことになるから、初めて受ける人でも勉強そこまで終わってたら、できてほしいなって感じのレベルの問題を入れてあると思ってください。一応1時間で解いてくれってなってるけど、自分家でやるからね、そこは1時間かどうかは、自分で一応時間計ってやってみてっていうようなものです。解説講義がですね、これはオンラインスタディで見ることはできますが、実はその視聴期限が11月の19日まであります。本試験が11月の12日なので、試験終わって1週間後まで見れる必要ないかもしれないけど、一応見れます。だからやってる範囲がまだ憲法までしか終わってないという人は、憲法は4題しかないんだけど、その憲法4問をとりあえずやる。で、そこの解説だけ見る。で、民法憲法終わってるならそこまでやって、そこの解説を見る。で、まだやってないところはやった後その問題解いてみて、その部分の解説だけ見るみたいな感じで、うまくですね、自分の進捗状況に合わせて使ってもらってもいいんじゃないかなと思います。もちろん一通り勉強している受験経験者の方は、きちんとこれはセルフチェックテスト1時間で問題解いてみて、25題出たらね、目標正解数は25題、全部できる、そういう話ですよ。全部できなかったらちょっと話にならないよね、なんてことを一応言っときますから、そういう目標でやっていただけるといいです。やってみて、一通り解いた人、それから自分が分かる分野だけ解いた人ね、そこについてなんかこう聞いてみたいこととか、全般的な学習アドバイスを求めるでも構いませんから、なんか聞いてみたいことがあったら、それは専用フォームがこれからホームページ上で作られますので、その専用フォームに質問を入れていただいて送ってもらうという形になります。そうすると3月26日5時から YouTube ライブやります。その中でその質問に私が答えます。なので、そこまでにぜひ締め切りまでに入れていただけるといい。これもいわゆるマイページでですね、質問フォームなどここですよっていうのは申し込んでる方にはちゃんと分かるようになるそうですので、時々マイページチェックして、これだっていうのを確認してもらうといいんじゃないかと思います。学習アドバイスなどのウェブ配信とかなんとかっていろいろ日程もありますし、それからなんかおまけもつくんだって、行政放送論定義66っていうのがつくそうですから、そこまで全部ついてね、お値段はなんと550万円じゃない、それはうちだね、550円です。だからもう超格安です。もうただ働きみたいなもんです。ですので、それをぜひやっていただいて、今の学習進捗状況を確認するとか、それからさっき言ったように分割してね、自分の勉強の進度に合わせて確認する素材として使っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。模試と言わずにテストって言ってるから、だからあくまでも本当に自分の勉強の進み具合の確認だ、それを3月の終わりまでに1回やっとこうっていう、そういうようなイメージで、この時期に実施するものです。ぜひ、2023年のね、行政書士試験合格したいなと思っている方は、こちらですしっかり受けていただけるといいんじゃないかなと思います。もう大高坂先生もね、これはとてもおすすめだというふうに言っておりましたので、ぜひね、だよね、そうですね、はい、ということで、なんかね、突然現れたけど、そんな感じなので、ぜひ受けていただけたらなというふうに思っております。セルフチェックテストを活用してみてください。